ってもらったんで大丈夫でした。よかったな、大したことなくて。うん、ありがとう神谷。おい小太郎、今日おはよう。あのさ神谷、俺どっか変かな。今日からこの制服なんだけど。ああ、確かに確かに。すぐ連れてくから、みんな大丈夫だから泣かないで。神谷、悪いけど連れて戻るのを手伝って。わかった。クルームに着いたから安心して。いつまで寝てんだよ。さあ、神谷、ウサイダさんの具合は？心配すんな、ただの仮病だ。え？で、どうすんだこいつ。ああ、起こして。悪いだろ。ほら謝れ。もういいよな、別に怒ってないよな、小太郎。エズは俺も。遅くなって悪い。神谷、あれ、今日部活？ああ。うちのババアも用あるっつうから、タカだけ参加。タカくん、神谷、よかった、無事で。ほら、謝れ。神谷。え？例えば、泣いても笑っても、喧嘩しても、俺たちは変わらず、兄弟なんだ。好きじゃねえし、いらねえ。このけど！いらねえなら、こっちよこせ！もう男子うるさい。ほんとうちの次元から体育とかマジねえわ。半袖短パンとかありえねえ。平然としてるけど、神谷寒くないのか？いや、その子から離れろ！あー、コウ君だ！ないの？マミズカさんは今注目の俳優さんで有名人なんだよ。イケてるメンズは歯が命。僕のことなんてたまに遊びに来るどこかのおじさんくらいにしか思ってないんじゃないかと。そんなことないですよ、ちゃんとタクマくん自分たちのパパだ。一瞬やっぱり僕は帰ります。待ってください、カズマくんはあんまり慣れてない人に抱っこされるのが苦手なだけで。お前それフォ。いやー、まさかここまでカズマに嫌われてるとは。もう諦めた方が良くない？ウサイダさん。すいませんでした。一緒に写真撮ってください。ちょっと。でも悪役のコウスケくんもかっこよかったよ。え、本当に？うん。それにコウスケくんが出てるの見たがるのはいつも。うるせえよ。ごめん神谷、練習の邪魔しちゃって。ああ、そりゃ別に。おい、入部届お前に渡せばいいのか？え、いや、それは野球部の顧問の先生に。じゃあそりゃ野球部調理部で作ったお菓子を持ってきてくれます。死ぬほど硬えなこれ。食べないよ。じゃあ食べなくていいわよ。なも、本人たちの勝手なんじゃねえの？な、子供もいる人の不倫とかどう思うかって話だぞ。俺はそんな面倒なのはごめんだ。おい、ピンクの番だぞ。レンジャーファームちゃんとやで。兄者も怪人ハヤトだぞ。めんどくせえ。つーか、んなもん両方いる、ね、神谷、しー両方きっといるよ。俺はいると思うな。